はい、こんばんは。こんばんは。始まりました、アゴラ横浜放送局、MC の小林です。斉藤です。よろしくお願いします。まあ、今日もですね、はい、早速真ん中に素敵な女性が来ていただいているんですけど、はいはい、ご紹介しましょう。はい、はいはい、ですね、株式会社高島屋、はい、玉川店の店長の山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、うん、俺ほら、あのずっと親父の代から高島屋さんのお仕事させてもらってるんですけど、はい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 、店長と会ったことなかったから、うん、マジ緊張してる。なんかもう今日始まる前から、そうそう、だってほら、あの眼鏡違うよね。眼鏡が違うでしょ。違うよね。色がついてない。ついてないよね。なんかちょっと真面目っぽくなってるよね。死んだ親父に怒られるからね、高島屋の店長が。 ありがとうございます。なんか結構ね、つながりがあるみたいですもんね。いや、深いっていうか、もうずいぶん前からですね。ですよね。なので早速ちょっと山口さんの方に自己紹介を、はいはいはい、お願いします。山口真希子と申します。今ご紹介いただきましたように、高島屋の玉川店の今店長をさせていただいてます。生まれは東京なんですが、育ちがずっと横浜でして、はい、入社も横浜店から、会社員歴をスタートしておりますので、うん、やっぱり横浜にはすごく思い入れがあります、うん、なるほど。素晴らしい、はい。まあ、そういうことで、だから、はい、うちのアポイントを取ってくれる方が、ね、そうですね、バッチリです、はい、っていうかね、本当今でも緊張してるんだけど、うん、店長だからね、玉川で、それ、うん、玉川って言ったら、あの玉川だ、ね、あの玉川だよね。なかなかお店も入りづらいでしょ。で、僕はだから高校時代によく行ってたんですよ。まあ、でもニコ玉がちょうど、なんていうのか、乗り換えというか、高校生が入れる店じゃない。だから憧れのお姉様がいっぱいいるという、当時ね。だからショッピングセンターとかがすげえおしゃれだったの、はい、おしゃれだよ、おしゃれで、こうなんかこう小僧たちが、うん、あの中をこうお姉さんを見に、姉さんを見に、綺麗なお姉さんを見 に、ね、を見によく行ってたんですよ。本当なんだよな。高島の中でもね、うん、あの僕らの仕事してる側の印象としても、玉川高島は別格でしたね。あ、やっぱおしゃれ感。ありがとうございます。やっぱあの何ですか、まあまあ玉川の話ちょっと聞きたいんですけど、うん、はい、あそこってこうやっぱりなんか新しい街じゃないですか、どっちかって、うん、まあまあ、まあね、まあ今となってはもうあれですけど、もともと高島屋さんが入ってるところってほら横浜とか日本橋とかでイメージ、うん、新宿とかってイメージあるじゃない。うんうんうん、はい、ニコ玉はちょっとね、ちょっと違いますよね。ちょっと、うん、なんか新興というイメージが、やっぱり普通はもうちょっとこう大きなターミナルの駅のところとかにお店を出すんですけど、まあそこはあえて、まあもう50年近く前の話になるんですけど、あえてモータリゼーションがこう伸びていく時代に、うんうんうん、そのちょうど接結点になるところにショッピングセンターを作ろうと、はい、百貨店だけじゃなくて、百貨店プラスこう専門店があって車で買いに来ていただけるお店を作ろうって言って、まあ新しいタイプのいわゆる商業施設、当時もアメリカには結構あったんですけど日本に全然なかったので、それを日本で初めて作ろうって言って作ったのが二子玉川の高島屋なんです。だから中学の時 SC ってなんだろうなと思ったの。そうショッピングセンター。いや本当本当、何なんだろうなと思ったの。でもそうショッピングセンター。そうなんです、そうなんです。あ、そうなんですね。ちょっと、はい、あの他の高島屋とはおっしゃるように、うん、大きさも違いますし、趣も全然、そうですよね、はい、違います、ね、百貨店の成功例、はいはい、その50年ぐらい前の成功例に挙げられるのは、うん、玉川高島屋と江南高島屋、うん、ああこうなんだ、そうですね、が今のあの店長がおっしゃってくれたような、うん、その目的としての成功例として、うん、こう出てるよね、うん、ですよね。でほらその前に、まあ、横浜店にもいらっしゃった、ね、はい、だから横浜高島屋って言ったらもう横浜駅の顔だもんね。もうだって横浜駅の高島屋がやっぱり俺の中ではフラッグシップだと思う。俺もそう思う。だって待ち合わせってあそこのさ、交番かあそこの前ですもんね。大体あそこで待ち合わせして行くっていうのはもう浜っ子の定番というか、だって横浜の副店長って言ったんだよ。おそうなんです。玉川駅前は横浜店の副店長でございます。いいのかな、こんな出ちゃって。ちょっとすいません。ほんとすいません。広報の方がいらっしゃってるんだけど、そう、うん、広報の方がいらっしゃってる、はい、広報担当おります。手を振っております。いいんですか。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。あのじゃあ当時横浜の時の話をお伺いしたいんですけど、はいはい、あの横浜高島屋の中で結構横浜コーナーみたいなの
って、はい、ありますよね。ありますね。ありますよね。001のコーナーあるじゃないですか、はい、ありますね。あそこってやっぱりそういう思いとかっていうのはあって売り場を作られる、はい、そうですね。やっぱり横浜のお店ですので、うん、その地元のもちろんお土産物っていうのもあるんですけども、はい、地元の皆さんが、うん、企業の皆さんとかが横浜に作ってくださった商品を、うん、特集茶コーナーっていうのは店にどうしてもやっぱり欲しいと。ああそう、まあ、私が作ったわけではないんですけど、まあね、歴代店長がやっぱりそれを守って、ね、やっぱりある程度大きな売り場で、そうですよね、はい、あの続けさせて作られて、でもすごくあの売り場は人気ですし、お客様からものすごく聞かれます。やっぱりああそうですか、どこにありますかって聞かれますし、求められる方多いですし、嬉しいですよね、うん、やっぱり横浜高島屋さんって何年ぐらいになるんですか。昭和34年オープンということは、もう60年近いですかね。だからそうだね、57年、うんうん、57年から8年だ、はい、うん、もうでずっとやってらっしゃって、はいはい、よく斉藤さんも行くでしょ。いやもうね、すげえよ。ありがとうございます。すげえ行く、ありがとうございます。じゃあ俺といったら地下の食料品っていうか、あそこはよく行くもん。あの、はい、何売り場、デパ地下、デパ地下、デパ地下、うん、大好き。あのなんか分かりづらいとか大好き。お恥ずかしい。なんかこう階段上がったりとかしなきゃいけない、ね、ちょっとずれてずれてる、ね、ちょっとずれてる、ね、それは、はい、あのなんとかエスカレーターつけましたので、あれで僕がもうちょっと年取ったら言うかもしれないけど、今のところまだ階段登れるんで大丈夫ですけど、あれもう本当にあの階段時代にお客様にやっぱりなんとかしてって言われて、ね、はい、あの3代前ぐらいの店長がもう、はい、エスカレーターを絶対つけるって言って、今、はい、あの4段ぐらいのちっちゃいエスカレーターが、あ、あそか、やっとついた、ね、やっとつきました。まあね、高島のお客様は意外とその、うん、あの若い方もそうなんだけど、うん、ご高齢の方も高島屋さんだと安心してっていう感覚でいらっしゃるので、だから僕ら仕事で高島屋さんにこう行く時も、あのうちの死んだ親父はね、身なりだけはちゃんとしろって言われてデパート行くんだからっていうね、そう昔の人の典型だよね。そうだから俺ね、業者だけど、はい、あのバックヤードから表出るときに、はい、お辞儀してから出るし、お辞儀してから入ってたもんね。そういうルール、そういうルールをちゃんと守ってます。必ずあの売り場にはお辞儀を一礼してバックヤードに入る、出るときも一礼して、はい、僕の百貨店の時はそうなってなかったよ。そういうこと言ったら怒られちゃうから。いや僕ほらパッケージ屋なんですけど、はいはいはい、あのそれこそ包装紙で、はい、既成の包装紙で高島屋って名前の包装紙がある。おあの柄みの柄なんだ。そうなんです、それ言っていいのかな、もう何でももう何十年もあるからいいんだけど。すごいね。そう高島屋っていう名前で、そのあの柄みたいな包装紙があるんです。実は既製品であるんです。もうだから高島屋の包みがあると、はい、包みで持っていけば、はい、とりあえず何が中に入ってても、うん、いいっていうぐらいあの包みには威力があるからね。そうなんですよ、はい、そこもやっぱ老舗の強さというか、うん、安心感というか、ありがとうございます。もうそれは本当に先輩方が作ってきてくださった信頼と歴史で、そうかもしれないですよね、支えられてますね。そこ今になっちゃってるわけですよね。本当重責で、あの、はい、女性の店長って、うん、はい、いらっしゃるんですか、ね、うん、はい、おります。あの私以外も今日本橋店と新宿店と、新宿が女性店長ですね。玉川店、玉川店、はい、やっぱ今までそんな、そうですね、でも珍しいというか、うん、そうですよね、はい、ですよね。あまりは、はい、柏があるじゃないですか、はい、それから玉川、うん、日本橋、うん、港南台、横浜、あと新宿と高崎と大宮にありますね。はい、お店がありますね。でその中の8店舗か、はい、今8店舗、関東で8店舗中3つがだって女性店長でしょ、はい、すごい確率ですよね。そうですね、うん、あの結構あの今まではそんなにやっぱり女性の店長いなかったので、今あのかなり比率は上がってきてますね、うん。あと高崎は例えば副店長が女性だったりとか、あと関西の店舗ですけど岡山も副店長が女性なので、比率がすごく上がってはきてますね。やっぱこう、はい、売り場とかになんていうの、あとはなんかイベントとかに反映されるところってあるんですか。あ、女性だから、女性だから、女性ですね、あるんだ。あの使う側目線がすごくどうしてもあるじゃないですか。まあそうですよね、はいはい、買い物するのはやっぱり、うんうん、うちもそうですけど女性のお客様も全然多いので、そういう視点が入るとやっぱり品揃えも変わりますし、うん、必要なサービスとかも変わってきたりとか、うん、
結構あの女性用のお手洗いにこう女性の化粧品のこう広告つけてみたりとか、ね、ああ見たことないよね。ういう確かに男性目線ではないかもしれない。見たことない。見たことあったら困るけどね。それはちょっと犯罪ですね。犯罪ですね。あ確かにそういうところち、あそこだね。トイレというかまあパウダールームみたいな。そうですね。はい。やっぱりそこ綺麗に充実させるとかっていうのも、はいはい、女性のお客様向けの女性目線です、ね、やっぱね僕らの今回のシーズン、はい、女性っていうキーワードはね、はい、すげえよ、うん、やっぱ時代やってよかったよね。うんうん、やっぱそうなんですよ、うん、すげーなー。そこはやっぱりなんだろう今までね、まあ、男社会みたいなものも、うんはい、やっぱね百貨店とはいえ男社会ですよね。 そうですね、はいはいはい、でそこはやっぱり女性のがトップになることによってお店が、はい変わるとかね。そうですね、うん、もうそれを本当にお客様に感じていただけたらすごい嬉しいですね、はい、それはもう感じてるんじゃないですかね、はい、もう多分あるでしょうね、はい、あの例えば今、まあ、高島屋 の, あの玉川高島屋のホームページをちょっと、はいはいはい、あ, ありがとうございます出るんですけど、はい、なんかこれはみたいなのなんかありますね。今そうですね、はい、やっぱり今一押しはちょうど今出ましたけど、はい、バレンタインこれですね。バレンタイン、うん、アムールドショコラ、アムール、はい、今ちょうど本当にピークにこれから入るところなんですけども、はい、これがやっぱり今一番おすすめしたいというか見に来ていただきたいですね。ちょうど27日から、はいはい、2月14日ま で, 日まで、はい、やってるんですね、はい、今、はい、なるほど。うちはあのこのオスカル様が、はい、あのチョコレートの等身大のオスカルがいますので、何すか何すかぜひ見に来ていただけると等身大のオスカル、はい、いろいろ各店いろんな仕切りがあるんですけど、これですね、はい、本当だ。私どもの店用にこのパティスリー HN さんっていうケーキを、はい、とショコラをやってらっしゃるお店、百合ヶ丘にお店があるんですけど、そこの藤本さんっていうあのショコラティエさんが作ってくださって、はい、オスカルの等身大のチョコレートの、これチョコレートなんですか。チョコレート全部チョコレート、ちょっとカリって食べちゃうこといいですいやでも本当にあの実はこれちょっと作成途中で一回ちょっとだけ足がポロってなったことがあるんですけど、それ言っていいのかな。あの大丈夫です、修復できましたので。でその時にちょうど周りにいらしたあの重機の業者の方とかがちょっと食べて、はいはい、こぼれたやつすごい美味しいって言いながら食べてました。ちょっと食いたいこれだって等身大だよ、等身大食い切れないな。お父様意外と背が高くて176センチあるんですけど、それをちょうどそのこの絵と同じスタイルで作って飾ってます。そうなんだ、すげえ。これでも本当に14日までそうなんです、14日まで飾って、で皆さんにその後どうされるんですかって聞かれる、はいはい、今聞こうかなと思ったんですけど、いやちょっと今どうするか悩んでですね、食べられるそうなんですけど、なんかでもね3週間近く外で飾ってるものなので、ちょっと今悩み中です。でもこれあの、はい、いい無粋なこと言って、うんうん、オークションとかかけたら相当いくよね、はい、あだってベルバラのファンってすげえすごいよね。そう熱狂的なちょっと食い切れねえな一人じゃね、140キロあります、ね、うわ140キロ、はい、人間より重いってことですね。人間より重いです、比重が重いので、うん、チョコレートも、うんうん、これはでも本当にここでしか見れないですもん、ね、しかも今14日までしか見れないってことですもんね。そうなんです、はい、これは見に行った方が、特設会場6階、はい、ぜひあ6階ね、6階、うん、これがじゃあ今本当にこう14日までのバレンタインに向けて、そうですね、はい、もう本当チョコレートメインですけど、はい、やっぱりこういうアイスとか、うん、エクレアとかもチョコレートの祭典なので、うん、ぜひいらしていただければ。あの横浜、ちなみに横浜店も今同じアムールドショコラをやってまして、はいはい、横浜はあの正面玄関のところに今アンドレとオスカルの等身大の像がおります。それもチョコなんですか。それはチョコじゃないですけど像なんですね、はい、でもすごくそれもあの綺麗なというかものすごくあのアーティスティックな作品が飾られてますので、ぜひこ の,、はい、あのチョコレートの次は何かあるんですか。はい、あとはですね、そうですね、見ていただいて面白いのは何だろうな、うん、これはイベントだけじゃなくて、うん、売り場もあるんですよ、うん、味百選、出た味百、はい、ご存知ですよね、うん、はい、はい、うちの高島屋でやってるいろいろな美味しいものをやっぱり集めた売り場と、うん、あとは1年に1回イベントで催し会場でやらせていただけるんですけれど、これはぜひ
お近くの方はぜひ一度見ていただきたいですし、おすすめですよ。でもほら、もう一番おすすめです。なんか僕もね、食べ物ってイメージもどうしても百貨店さんってあるじゃないですか、はい、どうしても、はい、ここでやっぱりこう、ね、全国普段食えないもん食えるし、食える、まあ、言い方悪いけどね、うん、そうじゃないですか、はい、そういうのなんか簡単にいけるのが一番なんか僕は嬉しいですね、はい、特にその味百選は本当にあのうちだけでしか買えないものがものすごくあるので、はい、あのもう名店のもちろん老舗の名店もありますけども、はいはい、うちのバイヤーが探してきた本当にここにしかない美味しいものとかがすごくたくさんあるので、うんうんうん、ぜひ常設の売り場も横浜も地下1階にありますので、はいはいはい、ぜひ一度お立ち寄りいただいて見ていただけるとなと思います。いやいや間違いない、間違いない、間違いないですね。こんな感じでいろんなものが、おすごい、おすごい有名ですよね、ちりめん山椒はれまさんのとか、うん、すげえな。そうなんです、やっぱり一度こうハマって買い出すと、うんね、もうずっと買ってくださるお客様が多いので、でも常設であるっていうのはありがたいな、はい、そういう意味でも、はい、やばい、もうこれ 見っちゃうよ、見っちゃう、俺もこういうのね、だからもうずっとこうやって見っちゃうから、はい、でもね、もうそろそろお時間ですよ、はい、で玉川の今店長としてですよ、はい、あの今の横浜とこれからの横浜っていうんですかね、はい、何かないでしょうかね。本当に去年横浜にまだいた頃も今もやっぱり横浜が一番私としては結構気になる場所ですし、土地ですし、でやっぱり特に横浜って今すごくいろんな勢いよく変わってる途中ですよね、はい、いろいろ開発も進んでますし、横浜駅ももう今本当に工事してる最中ですし、はいはい、でまだまだ多分すごく新しい横浜になっていくんだろうなって、ここ5年10年の間でなっていくと思いますので、まあその中でもちろんうちの横浜のお店もそこの中で本当に選ばれ続ける店でありたいですし、うちの店が逆にその横浜の街にご提供できるものがもっともっと増えてくるといいと思いますし、もうお互いにそのなんて言うんでしょうか、成長し合いながらみたいになるといいかなと。それをまあ多摩川からできることはもちろんやりたいですし、やっぱりまたそこに関わるような仕事になるようであれば進めていきたいなと。なるほどね。本当に横浜駅ってなんか桜田ファミリアって言われてるから、はい、いつも、ね、いつ終わるんだ、いつ終わるんだっていうぐらいですもんね、はいはいはい、だからそこもだからもう今もずっと続くんじゃない、はいはい、もう常に進化してるというか、う新しくなる、はい、新しくなって、はい、でそこに老舗の高島屋さんがボーンってあって、ね、安心できて、はい、入り口ですから、なんかそんな感じになるとかっこいいですよね、はい、横浜っぽくて、なんか新しいものと新鮮のなんか伝統とかこううまくマッチしながらやるっていうのは、本当でも本当あの高島屋も新しいものも、うん、老舗であると同時に、はい、ニュー高島屋もやっぱり作っていかなきゃいけないんだろうなと思ってます、はいはい、いや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 、なんかずっと緊張しっぱなしだけどさ、なんかさ大丈夫、いや緊張っていうか、はい、やっぱりあの女性で店長になるだけのことはあるなって、ありがとうございます、随分なんか逆に言うと俺今上から目線でよく言えるなと思ったんだけど、そんなこと言えるよね、いやいやそんなこと言えるよねっていうか、やっぱりすげえなと思った、すげえなと思う、あの今までここにいろいろ女性の方出てきてくれてる人たちやっぱみんなさ、やっぱすごいね、やっぱ女性ならでも視線もあるし、まあこうやっぱ結構長い目線でいろいろ見てらっしゃいますよね、女性ならではの視点で長い目で見てらっしゃるというか、こういう視点でこうなればいいなというものを、ね、うん、共通してるのが男じゃできないなと思ったああそうだね、男飽きっぽいしね、すぐできないなと思ったの、うん、なかなか難しいけど、でもやっぱそういう、だって高島屋さんの玉川さんだけで何人ぐらいいらっしゃるんですか、うちの雇用だけですと300人ぐらいですかね、ただあのお取り付け様からいらっしゃっていただいた方とか入れるともっともっと全然、そうですよね、はい、その人数のトップだよ今そこだって多分朝礼とかされてるんだと思うんですけど、はい、してますよね、してるんだ、そこで喋るんだもんね、大変ですよ、はい、うわ、そうです、何を喋っていいかなって絶対、もう考えますよね結構考えますね、それは悩みますね、そうですよね、はい、そこをピシッと的確に言う、でこういうイベントも最初にやりつつ考えながら、めちゃくちゃ忙しいと思いますよ、はいはい、店長さんって、
そここんな忙しいな。すみません。こんなところに出てきて。でもいや本当にあの楽しかったです本当に。なかなかできない貴重な経験を。死んだ親父も喜んでます。そういうつながりあるもんね。いやいやいや、今日も本当に貴重なお話いただきました。はい、本当にありがとうございました。はい、ということ、なんか言い忘れた宣伝、はい、大丈夫ですか、ね。あ、もう本当にあの、はい、横浜の皆さんに、はい、あの引き続き横浜店も玉川もちょっと車で15分なんで、玉川もご愛顧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、本日ですね、株式会社高島屋の玉川店の店長山口さんでした。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。